ちょっと今ですね、動画を撮ろうとしてこうセッティングしてたらパッて電気がちょっと暗くなって、はい、上これ使ってるんですけど、これね、一つ消えました。一つだけ。なんでなんでなんで、ちょっと怖いんだけど、今からちょっとね、るろうに剣心コラボをね、弾こうとしてたんですけど、もしかしたらこれなんか起きるかもしれないね。もしかしたらいいことかもしれないし、不吉なことが起こるかもしれない。もしかしたらこれがいいことの前兆かもしれません。はい、ということで弾いていきましょう。期間限定るろうに剣心コラボガチャパッチ。はい、ということで30個持ってるんでちょうど6回回せます。当たりが日村剣心と斉藤さんですね。これ斉藤さんでいいのかな。これ記事をね見たところね、一発で当たってる人もいれば17回から引いて当たってない人もいました。2、3回当ててる人もいたんで、今回6回引けるということで当たる確率が高いんじゃないでしょうか。それでは行ってみましょう。回すパッチ。お、かわいい。一発で引いたらガチャ終わりしようか。さあ行きまーす。一発目ポッチャ、OK。 はい、一発で来たか、終わり。誰？巻町。そう、うん、巻町。そう、2回目でもちろん出てる人もいました。ということで私もその人の仲間入りに入ります。はい。斉藤さんじゃん。闇の5個十字消し、1つにつき攻撃の3倍、スキル正直攻撃2倍ってこと。強くねえかー。これで2回連続できたらすごいよね。2回連続できたらすごいよね。はいっしゃい、はいっしゃい、はいやっ、クイックイックイクイッ、パッチ。はい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 。目つぶった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 。見るよ、パソコンの方見るわ、パソコンの方がね、見やすいか。せーの、なんだよ、かぶったじゃん。はい、ということで6回引いた結果、このような感じでした。まあね、出たね、星6。しかも2回で。はい、ということで、るろうに剣心コラボでした。